手になってると思うので、あ、笑顔で回れたことじゃないですかね。中3以来の出場なんですけど、あの頃よりは多分ちょっと上手になってると思うので、まだみんな楽しんでもらえると思います。7月に豪雨災害があったりとかで、すごい大変な被害を受けている人がたくさんいるので、その人たちを元気づけられるように頑張りたいと思います。この試合は初メジャーだったので、予選通過できたらいいかなっていう考えではいたので、はい、想像以上でびっくりでした。どの辺で優勝は意識されました？そうですね、まあ、最終日、まあ、3日目終わってからですかね、もしかしたらできるのかもしれないなとは思いました。勝因は何でしょうか？勝因は笑顔で回れたことじゃないですかね。そうですね、まあ、優勝したことで皆さん喜んでいただいたので、まあ、そこは元気づけられたんじゃないかなと思います。今後の抱負、目標を教えてください。そうですね、まあ、優勝できたので、賞金女王にはなってみたいなと思います。